瓦せんべいは瓦に見立てて作られた日本の焼き菓子である。砂糖で味付けされた甘い素焼きのせんべいである。型焼きのものが一般的だが柔らかく仕上げた柔らか焼きも製造されている。屋根瓦を模した角に切りかき器のある四角形を湾曲させた形状で大きさは手の平台から実際の瓦のサイズまで様々である。表面には 何らかの図案や文字が焼き印による焦げ目で描かれていることも多い。基本的な原材料は砂糖、小麦粉、卵である。風味付けにごまなどを加えることもある。カステラの原材料に近いことから、純然たる和菓子というよりは、ハイカラな洋菓子の趣きのある菓子、ハイカラせんべい、贅沢せんべいとして生まれたとの説もある。 兵庫県神戸市や香川県高松市で郷土菓子として売られており、それぞれに期限の説明がされ、元祖を名乗る製造業者も複数ある。例えば神戸では亀井同窓本店が元祖を名乗っており、創業者の松井佐助が1873年に開港地だった神戸の特性を生かして開発したもので、河原の形状は趣味の河原収集に由来すると説明している。 同じ神戸でも、別の亀のい、亀井道本家の説明では、弘法大師が中国から伝えたとの由来が紹介され、河原型の形状については、港川神社の河原鬼神の際に売り出されたから、あるいは、戦国時代に河原に焼印を押して、功績の証拠とした古事に由来するなどの諸説を、挙げている。そもそも河原ではなく、自称、樹衛の乱で活躍したとされる武士の河原太郎、 二郎にちなんだ、河原のせんべいであるとの説もある。他方で、高松では、草毛屈和道などが、さぬき名物として販売しており、和三本の産地という特性を生かして開発された、もので、高松城の河原を模した菓子だと説明している。AB 亀井道総本店河原せんべいの歴史、亀の井、亀井道本家草毛屈和道。ありがとうございます。